はい、今回はライブ配信の告知ということで、させていただきます。まあ、皆様いつもコンテンツを聞いていただいて本当ありがとうございます。最近ですね、ものすごく暑い日が続きますので、まあ、熱中症に、お気をつけください。本当ね、この暑さではね、もう何をするのも、まあ、ちょっと大変なんじゃないかと僕もいつも思いながら、まあ、汗をかきながらね、まあ、過ごしてるんで、まあ、水分補給をちゃんとして、まあ、無理をしないことが、まあ、大事だと思います。で、ちょっと今回ですね、ライブ配信いつもですね、まあ、させていただいてるちょっと時間と違ってですね、8月13日の日曜日の夕方5時からなんですね。もう一回言うと8月13日の17時夕方5時からライブ配信をさせていただきます。ちょっと時間的にですね、まあ夕食の準備とかそういったものもあるかと思いますが、まあ、お時間ご都合疲れましたら参加していただけると、まあ嬉しいです。まあ、いつもですね、ライブ配信は夜の、まあ、10時とか、からさせていただいてるんですが、まあ、今回はね、夕方の5時、ということで、まあ、なぜなのかということで、まあ、いつもは今回、その次はですね、また10時ぐらいからさせていただこうと思うんですが、今回はですね、まあ、何故5時から17時からやるのかっていう、まあ、ちょっと理由がありまして、まあ、いつもですね、僕ライブ配信、まあ、YouTube のコンテンツも一人で、まあ、しておりますが、今回はですね、ちょっともう一人、人がいらっしゃるんですよ。もう一人の人がいらっしゃるんで、で、まあ、僕はその他の方と一緒にね、まあ、そのライブ配信とかそういうことをすることっていうのはまずないと思うので、まあ、そんなことも楽しんでいただければと思います。まあ、ちょっともう一回確認すると、8月13日の、夕方 5時からですね、まあ、ちょっとまた前日にも確認させていただこうと思うんですけど、まあライブで、リスナー様のお役に立てる話とか、まあ、お気づきになれる話とか、まあ、そういったことをさせていただこうと思うので、告知ということで今回させていただきました。今回はここで終わりです。失礼いたします。